はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーティーモリ代表のリクスです。はい、今回もね、西田さんに動画撮ってきました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。毎月のね、おなじみのこの栄養ウェルネスチャンネルということで、はい、撮っていただきました。はい、今日はですね、コーヒーってテーマでね、はい、やっていただきまして、で、まあ、コーヒーといえばね、僕も大好き。大好きですか。大好きなんですよ。美味しいですよね。やっぱね、まあ、多分男性多分ほとんど好きじゃないですかね。あんまり嫌いって言って聞いたことないですけどね。周りまず嫌いですって人って。聞かないですね。もう気づいたら片手にコーヒー持ってる方の方が多いです。やっぱね、コーヒーってまあ大人のアイテムの一つっていうね。そうですよね。イメージある。まあニューヨークやったらね、なんか片手にね、添えながらね、出勤したりとかって、ね、ちょっと昔憧れた時期やったんですけど、ああいうのね、そう、ああいうぐらいね、かっこいいね、イメージもあって、はい、まあしかももちろん美味しいですもんね。美味しいですね。もうどんどん美味しくなってますよね。そうですよね。あれ、やっぱ年齢あるんですか、豆とかもどんどん品種改良してるんですかね。改良してるっていうふうに言われてますし、まあやっぱりこう最近本当にね、安くでいい豆というか、はいはい、コーヒーが飲めるようになりましたし、今自宅でもね、美味しいコーヒーが引けるっていうふうにね、結構ブームになってたりもするぐらいですからね。そうですよね。よくね、まあインスタとかもそうですけど、こだわってる人ね、すごいですよね。いっぱいいますよね。本当にすごいです。いや、すごいなってスタッフさんね、いらっしゃって、やっぱまず豆からね、スタートしてって、で自分で焙煎して、で自分で引いて自分で出すみたいなね。香りもいいですからね。そうですね。まあ、そこまでやっぱね、まあいいものだっていうのがあってね、まあやっぱり、まあ日本人皆さん好きな方もね、多いということで、まあ今日動画の中ではね、まあメリットとあとデメリット両方ね、お話しいただいたということなんで、これね、すごく僕良かったなと。ありがとうございます。はい、物事まずね、まあ、メリットはもちろんそうなんですけど、やっぱデメリットを話ししたいとね。そうですね。で、それを踏まえた上でどう選択するかっていうところが非常に大事かなと。いう部分があるんで、めちゃめちゃね、大事なテーマだったと思うんですけどね。はい、まあ、なんかどうですか、普段の栄養の仕事してる中でコーヒーの話って出てきます、ね。はい、そうですね、コーヒー自体の話は出てこないんですけど、ま、例えばダイエットされたいとか、ま、他でもそうなんですけども、ま、必ずどういった食事を食べられてるかと一緒にですね、どういったものを飲まれてるかっていう話に絶対なるんですね。まあ、その中で、まあ、コーヒーを飲んでいる方、あとはまあお酒飲まれてる方とか、普段お茶しか飲まない方とかいろいろと出てくるんですけども、まあ、そこでまあコーヒーっていうのが一つ出てきた時にどれぐらい飲んでるのかなとか、まあ、コーヒーといってもどういったものを入れてるのかなとか、そういったところを一つちょっと注目して、まあ、考えるようにはしてます。なるほどね。まあ、確かに僕らもね、まあ、僕らはまあボディメイクとかするときやっぱダイエットの話ですよね。で、まあ、食事の話もちろんするんですけども、やはりね、まあ、コーヒー飲んだ方がいいですって話が必ずさせていただくと。で、まあ、中にはわしコーヒー飲んでるけど痩せへんなって人もねいらっしゃると。いやいや、そういう問題じゃないですよ。そういう問題じゃないですよ。コーヒー1個で痩せるじゃないですよっていう話をしましたけど、あるあるですよね。これ結構みんな勘違いしてる人多いと思うんですけどね。そうですね、はい、まあ、脂肪燃焼効果はもちろん、まあ、お話ししました通りあるんですけども、動画でね、内容また見ていただきたいんですけども、脂肪燃焼効果はもちろんあります、まあ、ただそれだけで決して痩せるっていうものではないですし、まあ、大体そういう方に限ってすごく甘いコーヒー好きだったりとか、めちゃくちゃ砂糖入れてるとか ね、ミルク入れてるとかね、まあ、そういったことがまあ一つあるのかなっていうのはね、もちろんあります。はい、あとはですね、まあ、ダイエットといえばもう睡眠ですよね。結構そういった方ってあまり睡眠取られてなかったりとかっていう方もいらっしゃるんですけども、まあ、ダイエットをする上では必ず睡眠っていうのはセットで、もちろん食事と加えて、必要になってきますので、まあ、そこでコーヒーを結構夕方とかお仕事で結構活気づけるためにガンガン飲んで、で睡眠の質が浅くてあまり寝てないとか、ダイエット運動してるけどなかなか効果が出ない、食事も気をつけてるけど効果が出ないっていうのは、まあ逆に、脂肪燃焼効果を狙ったコーヒーが逆にデメリットになってしまって、まあ、そういったことも考えられるのかなっていうのがありますね。メリットデメリットのところですね。そうですね、どちらをとるか、ご自身にどっちに合ってるのかっていうところ。そうなんですよね。まあ、なんか本当そこら辺はちゃんと考えながらね、やっぱ飲んでいかなきゃいけないというのありますよね。まあ、特に僕らもね、まあ、僕も昔ダイエット、まあ、減量っていうね、僕らボディービルっていうね、
まあ、大会のことなんで、やっぱりいかに絞り切るかっていうね、そ, うですね、まあ、そのことだけを考えてきてる時代があったんですけども、すごいストイックですね。あ, ねあれはなんか健康に良くないですか、皆さんね。決して真似しな い, っていう、ね。あれは競技ですから、ね、そうですね。あ、健康じゃないんだね。まあ、そこ前提で話すんですけども、やっぱその時にやっぱコーヒーガンガン飲んでました、やっぱり。まあ、当時からもちろんね、そのコーヒーのね、ダイエット作用が脂肪燃焼作用って言われてましたし、ら僕らね、あのやっぱり一番最初やってるのが、やっぱり朝にあのウォーキングするんですよね、減量中って。で、まあ、さっき飲まないで良くないって話したんですけども、やっぱ空腹時まず飲んでから歩くっていうね、ってことやってたんで、あ、今聞いたらあんまり良くなかったんだなってね、ちょっと思っちゃったりしたんですけどね。ね、はい、まあ、特にね、強い方とか内臓強ければね、大丈夫だと思いますけどね。まあ、そうですね。もしその後毎回体調が悪くて。まあ、僕はお客さんだったら僕は大丈夫だったんですけどね。確かに知り合いでなんか調子悪い人いっぱいいましたからね。そうですか。今考えると。今考えたらね。なんか、まあ、そういわゆるやってんだけど、しんどい、お腹痛いねとかって話結構いらっしゃったんで、まあ、今その時知識あったらね、それじゃ合ってないですよって話はね、したけど言い分かったのかなっていうのも。もしかするともですね。ありますよね。うん。まあ、けどフィットネスから絶対その、絶対脂肪を燃えるってイメージが強いのかなと。そうですね。いうのが多いと思うんですよね。まあ、何でも、まあダイエットは特にそうなんですけど、まあ、SNS とかでもそうですけども、やっぱりメリットばっかりがね、あの表には出やすいんですけども、まあ、必ずデメリットも一緒に知っておくことで、まあ、よりメリットを活かせるっていうことがね、大切かなと思います。あともう一個、さっきの動画見てびっくりしたのが、骨粗鬆症なんだよね、話ですね。そうですね。これ多分知らない人多いと思います。僕知らなかったですが、あ、そうだったんやと思ってね。そうですね、まあ、これもカフェインだけがまあ影響するわけではないんですけども、まあ、最近ね、コーヒー好きな高齢者の方も多いですよ。あのモーニングとかおじいちゃんおばあちゃん食べてますかね、コーヒーの家ですよね。喫茶店多いですよね。そう、もう丸めだコーヒーとかね、用意ますよ、朝行ったらおじいちゃんおばあちゃんコーヒー飲んでね。そうですよね。 あとやっぱ高齢者の方って結構脱水になる方多いんですね。あんまり水分飲まれない方とか、ね、やっぱトイレ近くなるからあんまり飲まないようにしてる、確かにって言いながら結構こうね、コーヒーガンガン飲んでるみたいな方もいらっしゃるので、ね、はい、まあ、そこをちょっとね、一つ気をつけていただきたいポイントではありますね。なんかね、今後その骨粗鬆症にも大丈夫なコーヒーとかね、出てきたら売れるんじゃないかなとかね。そうですね、高齢者向けコーヒーとかね、そうですね、そういう商品に来たらまた売れるんじゃないかなとか、まあ、高齢者こそ本当にカフェインレスのコーヒーがね、そうですね、面白いかもしれないですね。はい、あのカフェインレスコーヒーって、ね、さっき確かありますけど、どうやって作って分解できるんですかね、カフェインとコーヒーって。そうですね、どうしてるのかなって気になって、私もどうしてるのかなって思うんですけども、まあ、あのカフェインレスでも完全にカフェインやっぱ取り除くっていうのは難しいので、多少やっぱり入ってるんですけど、極力こうカフェインの栄養素だけをちょっと抽出してみたいな形ではあると思うんですけども、ただやっぱコーヒーのカフェインの量っても他のドリンクよりもかなり多いっていうふうに言われてますので、まあ、あの本当減らすだけでもね、結構ねカフェインでのデメリットを考えるとまあいいのかなとは思います。そうですね、私も何回か飲んだことあるんですけども、やっぱ正直ちょっと物足りない何かね、知ってこないですよ、やっぱね。まあ、もちろんね、それがそういうもんだって分かるんですけどね、多少やっぱり味がね、変化はありますので、味が少し落ちますね。そうですね、なんかちょっと、ね、悩ましいところとかね、もちろん変わること考えたい、そうですね、さっきの人たちの楽しみの一つとしてね、飲んでいきたいってもあるんで、この辺のバランスがなかなかね、そうですね、悩ましいなと、ね、そこはあるかなと思います ね。何を目的に飲まれるかっていうところかなとは思います ね。あとね、子供の話ですよね、はい、確かに子供ってコーヒー飲まないなっていうのは、まあ、あるんで、まあ別にこれといって、まあ、無理に飲ますつもりないんですけど、確かに飲ん、あんま小学生でこれコーヒー美味しいなとは見ないですよね。そうですね、まあ、味覚の自体がね、やっぱり大人と違うの で、ね、子供はやっぱり甘いものが好きですよね。なので、よくあるまあカフェオレ、ちょっとすっごく甘いカフェオレとか、パックのカフェオレとかありますよね。はいはい、ああいうの、まあ、例えば親が飲んでて、一緒に飲んでて、美味しいな、甘いなっていうので、まあ、飲んでしまったりとかね、まあ、そういったところから、まあ、ちょっと過剰摂取にもつながりかねないので、まあ、あとはもう糖質過剰にもなりますよね。そうですね、まあ、そういったところと、まあ、コーヒーというよりかも、他の飲み物とかでもね、結構カフェイン強かったりはします。そうですね、そういったところで、まあ、カフェインっていう面を取るとね、まあ、飲みすぎない程度に飲んでいただくっていうのがいいのかなと思いますね。まあ、もちろんね、生意気にコーヒーね、ガムガム飲んだらね、ちょっとね、渋いですよね。いやいやいや、ですよね。そうね、たまにいますけどね、はい、コーヒー好きでコーヒー巡る小学生とか、最近なんかいろんなね、マニアックな小学生とかもいるので、すごいなと思うんですけども、まあ、健康面を考えるとね、
ですよね。あの見過ぎない方がいいかなとは思いますね。確かに僕もね、ふと振り返ったらやっぱ二十歳超えてぐらいかなって思いますけど、飲み始めたとね。昔飲んでなかった記憶がありますけどね。どちらかというとね。まあ、あんまり飲みたいって思わない方もね、多いですからね。そう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 。あと僕の視点はコーヒーじゃなくて紅茶が好きだから飲みましたんですけどね。あ、紅茶美味しいですよね。そうそう。紅茶飲む方ね、いらっしゃって。まあ、そういう人はコーヒーは飲めないんで紅茶にしてるっていう。そうですね。方もいらっしゃいますよね。そういう方も多いと思いますね。まあ、紅茶も同じようにカフェインが含まれてはいますので、まあ、紅茶を飲むのか、緑茶を飲むのか、コーヒーを飲むのか、まあ、そのあたりをこうね、いろんな、まあ、カフェインの量だけじゃなくて、まあ、好みで選んでいただくのも一つですし、まあ、あと時代的なものもあるのかなと。昔やっぱりね、そんなにコーヒーをこう日常的に飲まれる方っても少なかったので、あまりこう日常的な飲み物ではなかったんですけど、こう今はもうどこにでもコーヒーがあるので、まあ、子供も美味しいのかなって言って飲んで、まあ、ハマっちゃう子ももしかしたらいるのかなっていうのはありますね。確かに時代背景変わってきましたもんね。そうですね。まあ、基本的には日本人はお茶文化ですからね。緑茶とかのね、あの、まあ、ベースがあって、そこからだんだん西洋風になってってね、まあ、先ほどおっしゃってカフェとかできてきて、まあ、ファーストフードもあって、必ずコーヒーがね、まあ、パン食べるけどやっぱコーヒーですもんね。そうですね。まあ、パン食の文化の一つの影響かなっていうのもね、あって、まあ、そのも全部組まれてて、まあ、コーヒーが生きやすい時代になってきたんだと。そうですね。もう本当にね、欧米食になってきましたし、もう今パンブームすごいですからね。すごいですよね。やっぱパン、カフェに行ってパン屋さんに行ってパンだけ頼んで、ね、中で食べるってあんまないですよね。必ずコーヒーか紅茶か、まあ、どちらかがほとんどですけども頼みますよね。そういったこともあって、まあ、食べ物の時代っていうのとともにですね、やっぱ飲み物も一緒に変化していくっていうことで、そうですね、まあ、あの変わっていたのかなっていうのはね、思いますね。そうそうそう。あとはスターバックスとかね、コーヒー専門店の台頭だと思うんですよ。すごいですよね。これが日本の一つの、ね、時代を作ってきてるとかね。これも一つの、ね、飲むようになった機会かなと。そうですね。そうですよね。もう今本当に多いですからね。もう美味しい喫茶店、カフェ、ねね、カフェ巡りとかカフェ女子とかね、いっぱいありますけど。もうそれしてますけどね。そうですよね。もう大好きなんですよね。そうですよね。もう美味しいですからね。そうそうそう。またそれも一つのね、文化というか、本当にね、もうまじ身近にいっぱいね、あと先ほどおっしゃったコンビニもね、ありますし、そう、コンビニでコーヒー美味しいんですよ、これまた。すごいですよね。これ最近も変わってるんですけどね。あ、本当ですか。うん、缶コーヒー買ったら、もう時間あったら絶対コンビニコーヒー買うようにしてますけど、ね。安いですしね、200円とかで買いますし、なんかもう自販機みたいに豆とか入ってますよね。すごいですよね。そうなんですよね。まあ、あれの方が自分で砂糖とかミルクとコントロールできるんですよね。そうですね。やっぱり目に見えてっていうのも一つ、まあ、何が入ってるか分からないよりも、まあ、ご自身で見ながら調整できる。っていうところと、やっぱり質がいいんですよね。やっぱ豆からしっかり引いたコーヒーの場合質がいいので、でね、まあ、例えば、ま、あのコーヒーだと結構こうカビが生えたりとかで、あの目に見えないんですけど、もう安いものとか ね、 そうですね、海外輸品とかだと結構そういうのが逆に悪影響になってしまったりとかって言って、まあ、実は健康にいいと思ってたけど質の悪いコーヒー飲んで、まあ、なんかこう体がちょっと炎症起きやすいとか ね、 そ う、 ね、まあ、そういったことにもなりかねないので、飲むのであれば、あの、まあ、値段もありますけども質のいいものを飲んでいただくっていうのが、まあ、何でもそうですけどね、いいですよね。原材料何かっていうね、もう大事ですね、そこの質ですよね、結局ね。まあ、そこもちょっとねビビりながら飲んでるんでね。例えば酸化剤とか、まあ、考えるとそういうの入っちゃいますか、どうしてもね。そうですね、防腐剤とかに入っちゃって、まあ、いろんなね化学物質入ってしまうんで、まあ、だったら入れたっていうのがね、まだマシなのかなって気もね、してるので、まあ、そういうのをうまく利用してね、楽しんでいただければいいかなというふうに思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、で今日の話の、ね、動画なんですけど、またこの概要欄の方にね、今日の、西岡さんのコーヒーの話、はい、まあ、深い話いっぱいにしていただきましたので、ね、そちら貼っておきますので、またそちらの方またよかったらご覧ください。あとチャンネル登録とね、いいねの方もぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次回の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。